おはようございます。健康診断とね、健診センターについて待っております。30分ぐらい早く着いちゃったんだけど、ただね、今警察に電話してますね。なんか免許のことで、とりあえず時間まで待とうと思います。健康診断が終了いたしまして、お昼を食べに歩いております。ラーメン食べるんでしょ？ Yes。 うん、ということで、なんかラーメン探したみたいなので歩いてます。すごいブレてるよね、ごめんなさい。ここのラーメン食べに来ました。数量限定のやつが美味しいよって旦那が言うので、チャレンジしてみようと思います。ラーメン食べたかったんだ。店入りました。うちら一番だったんだけどさ、みるみるうちに行列ができて、よかったね、早めに来てね。入れなくなってたかもしれない。これですね、これは醤油ラーメン頼んだようです。美味しそうね。私は煮干し塩ラーメンのチャーシュー麺かの味玉付きにしました。楽しみ。旦那は唐揚げセットにしたみたいで、ご飯と唐揚げ来ました。1個唐揚げもらおうと思います。美味しいよね、お出汁ね、煮干しの感じね。無視ですよ、夢中で。醤油きれいに食べきってさ、塩のスープが美味しいことに気づいてくれって言うからあげちゃいました。もうよかったね、嬉しいね、嬉しいね。免許の更新終了しました。旦那は結局初回講習になるので2時間なんです。私はね、先にガストがあるから、そこで編集しながら待ってようと思います。旦那のね、講習が1時間以上まだかかると思うので、ガストでおやつ食べながら待とうと思います。フォンダンショコラと、私ガストのこの野菜ジュースすっごい好きなんだけど、とココアで、ビデオは編集してます。結構進むと思うので頑張ろうと思います。初回講習の人がいました。ここには初めて講習を受ける方々がいますと言われた会場で、免許を取ってもう多分15年ぐらい以上は経っている人が初めての講習の人と混ざって初回講習を受けた人がいます。もうやだ、しょうがないね。よく頑張ったよお父さん。辛かった？眠かった？ああ、そう。辛いだけ？眠くはなかったの？あ、そう。こっちの方が辛いわ、待たされて。帰り、初めて更新するまでの間でも違反してたら違反者更新。ああ、そうだよ。だからすごい違反だよ、でもそれは。初めて取って3年間違反してない人らばっかなんよ。だから講習の仕方がこういう違反はしたことないと思いますけどみたいな、なんか結構当てはまったりするよ。そうだよ、でも。まあいいや、帰ろうね。帰ってきました。これから晩ご飯、くら寿司行くそうです。うん。楽しみなんだよね。はい、行きましょう。めっちゃみかんの味する。本当？食べたい。10枚目でサラダボールが当たった。ね。よかったね。ね。お母さんにあげて。うん。うん、当たりました。なんか期間、1週間の期間で全国で5000名様に当たるっていうやつだったみたいで、かなりレアなものをお父さん当ててましたね。お父さんでもこの人ではなくて、この人のお父さんですね。本物の親父でございます。すごいね。ね。うん。あ、そうか。使ってもらいましょう。いや。ホームセンターでね、サニくんとね、ポミくんのおやつを買ってます。他のものも買うんだけど探してますね。もうチュールです、チュール、チュール大量。私がさ、この茶髪ストッキングっていうの、男性ストッキングを買ったんだけど、で毎日やってて気持ちいいよって言ったら履いております。夫が履いております。こっから上はおじさんの足で、すごい気持ち悪い。足広げてすごい気持ちいいんだよね。足はね、太らないんです、この人。足細いのだけど、今日の健康診断で腹回りなどはメタボと呼ばれたそうなのね。1年間でウエスト周りが7センチも太ったそうです。ちょっと本当に
気をつけないといけませんね。お父さんも高血圧だったり痛風、尿酸値が高かったりとか、いろいろといろんな薬飲んでるからコレステロールとかも出てくるだろうから、ほら親子だからね、やっぱり体質も似てるから、ということでアメリカ帰ってからやっぱり調整必要ですね。うん、お風呂に入って寝る準備を進めております。旦那はね、今日バリウムの検査もしたので下剤を今飲みました。お母さんがお風呂から出てきたら歯を磨くそうです。旦那も明日は会社に行かなければいけないので仕事に行きます。朝早くって6時半ぐらいにはお家を出るそうなので、今11時半になるのでちょっと早めに寝なきゃなとは思っております。今日はね、帰ってきた時には必ず会社から健康診断に行きなさいと言われておりますので、旦那はねもちろん会社負担なんですけれども、私も扶養家族の定期健診という形で毎年受けていて、まあそれは実費になってしまうんですけれども、受けないよりはね受けた方がいいと思っていて、いつも一緒に行っております。すごい早くって健康診断もうパーッと終わってこう小走りで走るように健診を受けて、30分もかからないで健康診断終わってるような気がするんですよね。それ私の感覚なのかな。でも1時間も絶対にいない、旦那を待ってるその間はっていう感じですね。これはねもう一時帰国の必ずの恒例のことになっておりますので、今後も帰ってくるたびには健康診断を受けようと思っております。まあプラスアルファ他の検診も受けてもいいかなとも思うんですけれども、まあそれはおいおいというかその時に決めていこうかなとは思っております。でその後は免許の更新に行ったんですけれども、今回の目的は免許の更新です。で旦那は前回更新の時に1年以上かな免許を失効していたので、全ての記録が消えてしまったがために初回という形になっていて、初回講習を受けました。で私はねもうね本当車乗らないから日本では今後ずっとゴールドだろうと思います。更新の度には日本に帰ってきて講習受けなければいけないので、身分証明書にもなりますから、日本の免許も失効しないようにしていきたいなとは思っております。明日はねどうやら旦那のお父さんもお出かけするみたいで、同じぐらいの時間に出ていくって言ってたんですけれども、なのでお母さんと二人っきりになると思います。お茶したりとか昆布の工場に行くかもしれないけど、まあそんな感じでゆっくりのんびりね、明日は最終日前日なのでパッキングの準備をしたりとか体調整えながら過ごそうかなと思っていて、無理せず一日を過ごせたらいいかなとは思っておりますので、まあ今日はもう本当にだんだん早めに寝てもらわないといけないから、この辺りで終わりにしようと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。寝たって。おやすみなさい。